仮想保険です。でもさっきあのチンチンでかいっつってますよみんな。あー、測ったら18センチありました。18センチ。はい、長すぎないっすかそれ。いや、でも劇団一人っていいじゃないですか。はい、あの人は太いんですよ。太くて普通ってことですか。いや、長さはでかいんですけど、はい、長さは僕の勝つんですよでも太いんです、あの人は。はい、あの競い合ったんですか、チンチンの大きさ。いや、あの人僕の一個の先輩なんですよ。はい、僕らって、はい、まあ、恥ずかしいけど、はい、エロビデオの世代なんですよ。あ、自分もそうですよ。で、まあ、マカラ本郷に人参屋っていう場所があって、はい、そこにエロビデオ借りて、はい、中学校の時みんなで、ね、そこだったんですよ。でも劇団ひとりの先輩は、はい、かっこよかったですね。かっこよかったんですか、あの人。いや、中学生の時から、はい、ボクサーだったんですよ、ボクシングやってて。本当のヤンキーだったんですか。あ、本気のヤンキーですよ。で、僕が幕張日中で、あの人は幕張本郷中で、はい、その番長やって、頭もこんな滝まりで、はい、でバンバン来て、で、単車乗ってって感じで。